もん、くまもんね、ほら。ありがとうございます。後ろはね、お尻は恥ずかしいからね、前からお顔だけ見たいって。塩茹でしただけなんですけど、後ほどご試食いただきたいと思いますが、それだけでも十分美味しいと、たくさんお越しいただければと思います。危ないのでご協力お願いします。火を使っているので危ないのでご協力お願いします。それではですね、酒井シェフの方が、ただいま来ておりますが、この料理を熊本が行いますが、ちょっと八代の特産品をですね、ここで熊本と一緒に紹介させていただきます。はい、まず熊本、こちら持っていただいて、はい、これはですね、八代の熊川、いわゆる三急流の一つであります、日本三急流の一つであります熊川から流れてきた恵みを寒い冬に乾物しまして、これをですね、お味をつけとかに入れる青のりでございますのでですね、今日はここでですね、450円で売っておりますのでですね、こちら、ぜひお買い求めいただければと思いますが、またですね、熊本、この畳をお願いします。出ました、熊本の日本一を誇るいぐさの産地でございます。いぐさでございます。こちらはですね、テーブルなんかを置いてですね、いろいろ食べたとか味わえると思うんですが、まあ、このいぐさの成分にはですね、冬の時には水分を吸収する、あるいは乾燥した時はその水分を出すという、成分がございますので、ぜひこちらもですね、こちらで販売しておりますのでお買い物をいただければと思いますが、それでは酒井シェフ、はい、サンプルキングのちょっと熊本にですね、実際にこのアスパラガスをちょっと熊本に作っていただきましょうか。じゃあ熊本お願いしますね。熊本がしっかりですね、本邦初公開でございます。八代さんのお金がしっかりですね、入れて、酒井シェフ、このアスパラガス、次はいつぐらい取れるんでしょうかね。
春先が一番美味しい時期ですけれども、まあ、今の時期も、ぜひ食べれるような感じで、大変柔らかくて美味しいアスパラガスでございます。先ほどお越しいただければと思います。後ほど試食もありますので、ぜひですね、食べていただければというふうに思います。このですね、八代お部屋におきましては、いろんな、食材をですね、やっておりますので、どうぞ、こちらですね、八代の足でもないので、回してください。回してください、皆さんです。はい、しっかりですね、スマホンが行きました。お湯切りをしましたが、旗の中ではですね、今日はニンニクをですね、産地直送で、こちらに準備しておりますので、こちらを買い求めいただければと思いますが、出ました、熊本できました。この八代のトマト、それとアスパラガスを用意しました。まさしく朝サラ、朝サラダでございますので、ぜひですね、皆様方、熊本のレシピしっかりと映像あるいは写真で撮っていただきまして、皆様方のご家庭で食べていただければというふうに思っております。はい、はい、じゃあこれは試食、はい、じゃあ熊本お配りしていいみたいなので、じゃあはい、やっててね、お皿は危ないので両手で持ってください。はい、じゃあちょっと数限定でございますが、はい、前の方からどうぞ食べていただければと思います。召し上がらないようにお願いします。はい、じゃあ、くまモンがですね、次は、今日はですね、八代の日南区というところから、虎屋さんがちくわの実践販売を行っておりましたので、先ほどスタッフの方にですね、ちょっとちくわについてですね、紹介してくわの、くわのちょっと、はい、まあ、後ろに、はい、くわの、くわの、くわの、なになに、あ、くわものね、くわもが取ったやつね、今日ね、見て揚げたやつですねって。どうもこんにちは。今日のお客様はですね、クワサラダと言いまして、クワの熊の焦げ抜きですね、クワの中にポテトサラダを入れて、そしてカリッと揚げております。これはすごい熊の焦げ抜きですので、ぜひ買ってきてください。あとは日南口クワだったり、あとさつま揚げのいじり天というのがあります。よろしくお願いします。はい、ひなぐトレヤさんのちくわの紹介でございました。ぜひですね、お買い物をいただきまして、今日のおつまみ、また、夕食の材料にお買い求めいただければと思います。さらにはですね、最後に熊門、今日はですね、皆さん熊門丸×クイズをですね、ここで行いたいと思います。本来丸と×分けたいんですが、丸と思った方はですね、右手を上げてください。丸と思った方、バツと思った方、バツと思われる方は左手を上げてください。いいですか。この八代に関する問題でございますので、見事ですね、全問正解の方につきましては、今日はくまモンからお土産を渡しますので、ぜひ、しっかりと皆様方お答えいただければと思います。それではですね、第1問の問題でございます。これ持てるかな、これ持てるかな、今くまモンがですね、持ってるのは八代特産のバンペイでございますが、バンペイ、いわゆる皆様方ご存知ないかもしれません。冬に採れる柑橘類で、ギネスに登録されている八代で、栽培されている特産品でございますが、このギネスに登録されている最大の重さ、この重さは5キロ以上である。いいですか、すごい、熊本、このこれはこのままの大きさと重さが、バッチリこの形になっておりますので、ですね、いわゆるこのギネスに登録されている重さが5キロ以上であるという方は、丸の方は、右手をお願いします。右、左手、
バスと思う方は、左手をお願いしたいと思います。はい、じゃあそれでは、挙手の方をお願いしたいと思います。はい、すごい、はい、いいですか。重いね、大きい、重いね。はい、答えはですね、バツでございます。ギネスのですね、記録が平成17年にですね、4858g という形になっておりますので、ちょっと5キロまで行ってないということで、見事正解された方、いや、手を挙げた方ですね、左で、はい、おめでとうございます。じゃあ次の問題に行きますよ。まだ挙げてない。次の問題です。次の問題、今日トレアさんがですね、このちぎり点がございますが、このちぎり点の中身